佐賀のお稽古の時に、もう床の間の一輪の花に見せられて、いけばなと思いました。このコロナ禍で僕もみんなもすごい気持ちが落ちてきてると思ってるんですね。それで今回のこのいけばなアートで今頑張って生き抜いて未来がある力強い作品を作りたいと思います。皆様に感動の花を届けます。